では、愛しのジュリエット、僕は君と僕とを隔てる全てが憎い。なぜ神は僕たちにこのような試練を与えるのだろう。ああ、なぜ私たちの両親は憎み合い争うのでしょう。本当ならきっと私たちのように手を取り合い思い合うこともできるというのに。私のロミオ様を思う気持ちの半分でも理解してもらえたなら、きっと。いけない、ジュリエット。もうお別れの。一条くん。ありがとう。嬉しい。すごく嬉しい。もうお別れの時間だ。明日の夕暮れ、またあのバルコニーに会いに行くから。またきっとそこで待っていてくれるかい。あ、一条くん、セリフ間違えた。